エリック・ワン・デ・ポールはベルギー出身のレーシングドライバー。1987年にドイツツーリングカー選手権でチャンピオンとなると、主にツーリングカーレースで活躍。元 F1 ドライバー。姓は現地語に近いファン・デ・ポール、ファン・デ・プーレと表記されることもある。フォーミュラカーでは1984年はフランス F3 に参戦し、ランキング16位。 1985年はベルギーフォーミュラフォードでチャンピオンとなり、またベルギーツーリングカー選手権で参照を挙げ、ランキング3位となった。1986年はイギリス F3 に参戦し、ランキング20位。ベルギーツーリングカー選手権は参照でランキング3位と前年と同じ成績を収めた。1987年は DTM に参戦し、 チャンピオンを獲得。また、スパ24時間レースでも優勝している。1988年は、ヨーロッパツーリングカー選手権に参戦して2勝を挙げ、ランキング5位となる。1989年より2年間は、国際 F3000 に参戦。2年目の1990年には、3勝で、エリック・コマスに次ぐランキング2位を獲得した。 1991年1991年にモデナから F1 に参戦を開始第3戦3割の GP で初めて決勝に進出し F1 デビューとなったこのレースではサバイバルレースの中21番グリッドから一時5位まで浮上し注目を浴びたしかし終盤にガスケに見舞われ9位に終わっている前半8戦は 上記の3マリの GP 以外、すべて予備予選落ち。入れ替えにより、予備予選が免除された後半8戦もすべて予選落ちとなった。決勝進出1戦のみという結果は、マシン戦闘力の低さによるところが大きいものの、同僚のニコラ・ラリーニがこの決勝に進出したことと比較すると、見劣りする結果となった。1992年1992年は、 ブラバムから参戦し、開幕戦の南アフリカ GP では予選26位から13位で完走。しかし、この年のブラバムは資金難から解体寸前であり、以後は第10戦ドイツ GP まで連続予選落ちを喫した。第11戦ハンガリー GP より解雇されたアンドレア・キエーザーに代わってフォンドメタルに移籍した。3戦連続で予選を通過し、地元の 第12戦ベルギー GP では10位で完走したものの、続く第13戦イタリア GP をもってフォンドメタルも撤退。自身もその後 F1 に戻ってくることはなかった。F1 以外にルマン24時間レース、スパ24時間レースにも参戦。後者は2位という成績を収めた。f 1後は再びツーリングカーレースに活動の場を移すこととなり、 ヨーロッパ各国のツーリングカー選手権に日産、プリメーラで参戦した。セブリング12時間レースにおいては、1995年1996年と2連覇を記録。また、ルマン24時間レースでは、1998年2001年にクラス優勝。特に2001年は、総合でも3位に入る成績だった。国際 F3000 選手権。 F1 世界選手権、ドイツツーリングカー選手権、ヨーロッパツーリングカー選手権、イギリスツーリングカー選手権、スペインツーリングカー選手権、ベルギープロカー選手権スパフランコルシャン24時間レース。ありがとうございます。